麻生。麻生太郎。自民党副総裁の麻生太郎。お前何やってんだよ。俺むちゃくちゃ心配だよ。むちゃくちゃ腹立つよ。高級寿司店行ったらしいじゃないか。月屋橋二郎に25万8500円の会計。かー高級割烹、32万5380円支払い。か銀座の高級クラブ。これ43万9000円。 こんな会合どこにあるんだよ。もう金使うのはさ、民間に金ばらまくってみていいんだけど、俺んとこにも使ってくれよ。お前何やってんだよ。政治資金年間664万円飲食で使う。会合費用は税金。なんでこれが税金なんだよ、お前。こっちはさ、増税増税でも借金しながらやりくりして払ってんだよ。払ったらお前こんなことに使うなよ。何やってんだよ。お払ってんだからさ、俺んとこに使ってくれよ。 もうあっそうたこの野郎なんだあれは北朝鮮拉致被害者のためのブルーリボンこれは飾りか飯食ってニコニコしてる暇あんのかこのアルカポレアホカポレンがこれ何やってんだよお前あっそうたろう本当に心配だよもうヤフーニュースに出てるからさちょっとリンクに貼っとくからみんな読んでくれよああでもヤフーニュースとかね URL 貼ったら YouTube 嫌がるから記事の一部をコびペして貼っとくよいや本当にムカつくよ何やってんだよ笑ってる場合かよ お前が笑われてんだよ、この野郎。行ってらっしゃい。